ということなんですけど、どうもこんばんは。今日も、とあるバンドを、まあ、紹介していきたいんですけど、まあ、その前に一つ言いたいのは、2日前の動画で、僕 NHK の受信料払ってませんと、まあ、これからも払う気はありませんってね、これ毎回言ってるんですけど、まあ、ついに来ちゃいました。まあ、来ちゃいましたっていうのは、こちらですね。2022年8月1日と、まあ、これ昨日ポストに入ってたんですけど、内容は全く同じです。で、まあ日頃から、まあこのチャンネルをご覧になっている方は分かると思うんですけど、まあそうじゃない方もいらっしゃると思うんで、まあ簡単にご説明いたしますと、僕 NHK の受信料払ってないんですよ。で、請求金額こちらですね。197,240円。この金額っていうのは、平成27年から令和3年9月までっていうね。まあこれ払えってことなんですよね。まあ裁判行かなくて無視してるんですよ。無視したんで、この金額はとりあえず払いましょうと。で、これだけではないんですよね。この上の、22,220円ですか、令和3年の10、なんか書いてあるじゃないですか。令和4年の、7月までですか、これを払ってからこの金額も払えってことなんですね。払うわけねえだろって話じゃないですか。で、僕思うんですけど、NHK の受信料ってなんで止めることってできないんですか。まあ払ってないんだから止めろよって思うんですけど、まあ奴らは汚いですよね。普通さ、あの、携帯代や家賃や光熱費って、まあ滞納するとさ、止められるわけじゃないですか。まあ NHK の受信料ってなんで止めねえのみたいなね。ね、金欲しいのかなこいつら。まあ俺は払わねえけどっていうことなんですけど、まあ皆さんは真似しないでください。ただ言いたいのは、まあツイッターでも、いるんですよ。請求額6万来ましたとか8万来ました。これどうすんのみたいなね、スクショしてあげてる人いるんですよ。で、まあこの動画ご覧になっている方は、に言いたいのは、僕、今のところ、まあ家にも来てないし、まあ口座も使えます。裁判無視して、7ヶ月ですかぐらい経過してるんですけど、何もないです。携帯に電話もないです。なので、逃げ切るつもりはないんですけど、まあ、家に来たら、撮影して、払ってやろうかなって思ってるんですけど、奴らは一向に現れませんっていうことなんですよね。なので、皆さんも、まあ、奴らは汚いんで、くれぐれも、気をつけてくださいっていうことで、まあ、ここからは、今日紹介するバンドを、まあ、動画で話していこうと思います。まあ、サムネに、まあ、同じ人とかね、まあ、石塚さんとかね、書いてあるんで、まあそういうことです。まあそういうことですって言ってもね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、似てます。似てると思いません？こういうことを言うと、まあ X のね、熱狂的なファンの方は、どこが似てんだよ、まあ石塚さんに失礼だろうなってね、まあ熱くなる方が、まあいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ僕が言ってることは、まああくまでビジュアルです。まあビジュアルは、似てると思います。さて、今日紹介するバンドは、こちらになりますでね。まあ、雫は出てきません。まあ、雫も出てこないし、今日紹介するバンドも、申し訳ないです。映像がありません。まあ、普段でしたら、すぐメンバーです、歴史ですで出すんですけど、今日はまだ出しません。ヒントを出します。ただ、まあ、サムネでわからなければ、まあ、ヒントを出しても、まあ、わかる人は、まあ、当てる人は、まあ、少ないんじゃないかと、僕は思っております。で、まあ、ヒントなんですけど、博多のバンドです。博多の、僕思うんですけど、バサラと、同期なんじゃないかと思っております。まあ、活動期間が1993年から、98年、約5年間です。で、博多で、有名な博多ドラム B1 でしたっけ？活動拠点がそこなんですよ。まあ、ライブハウスなんですけど、似てるなぁと僕思うんですよね。で、僕、バサラ好きなんですけど、ちょっと話が脱線するんですけど、知ってました？バサラって、初期メンバー3人だったんですよね。確か91年に、まあ、3人で結成したんですよ。ボーカルとギターとドラムの3人なんですよね。ボーカルとドラムは変わってないんですよ。秀樹で、ギターが、まあ、チェンジしたんですけど、なんか名前忘れたんですけど、ギターいました。で、ベースなしの、ドラム。ドラムは、ケイスケじゃないですか。ケイスケなんですけど、当時は、ケイっていう。K-E-I っていう、それだけだったんですよね。で、1年後の92年に、5人揃ったんですよ。リーヤとかね、シュンとかがね、入ってきて、まあ、5人揃ったっていうね、僕の大好きな、まあ、演奏がかっこいい、バサラでしたっていうことなんですけど、まあ、今日紹介するバンドも、博多のバンドです。
で、まあ、最後に一つ、まあ、これ大ヒントになるかわかんないんですけど、まあ、2年前ですね、松浦さんの、まあ、2020年かに、発売されたあの鹿鳴館伝説に、確か40バンドか50バンド、まあ、出演してたと思うんですけど、アルバムで、なんか6500円のありましたよね。4枚組の、まあ、4枚組のアルバムに、確か参加してたと思います。まあ、さあ分かりましたかってことなんですけど、さっさと出せよと、皆さん思ってると思うんで、今日紹介するバンドの、メンバー見ていこうと思います。こちらです。はい、ローズスメルモードっていうね、忘れてたと思います、このバンド。コメント欄にもなかったと思うんで、なんかないかなと、なんか忘れてるバンドあるかなと思って、まあ、いろいろ探したところ、このバンド出てきました。で、これ珍しいと思いません？メンバー6人なんですよ。サポートでもないんですけど、これ6人のメンバーなんですよね。まあ、CD 持ってる方いらっしゃると思うんですけど、ジャケットにさ、5人しか映ってないわけじゃないですか。まあ、5人しか映ってないんですよね。このバンド98年に、まあ、解散するんですけど、まあ、1年前の97年にこの6人になってるんですよ。累計で珍しいんじゃないかと思います。で、ボーカルが、京次、ギターがナックル、ギターが、マヤ、ベースカズキ、ドラムが、アツシ、キーボードが、カズト、カズヒト、まあ、どっちか分かりませんっていうね、この6人で、まあ、博多の方で活動してた、ローズスメルモードっていうね、どうしてこのバンド名になったのかも不明なんですけど、今日はこのバンドを、まあ、紹介していこうと思います。で、次は、歴史の方を見ていこうと思います。で、話したんですけど、まあ、93年に、博多で結成されました。で、活動拠点が、ライブハウス、北九州マーカスで、ドラム B1 っていうね、バサラとほとんど同じなんですよ。で、95年3月より、現メンバーにて、活動開始、北九州ツアー、全国ツアーを繰り返し、97年には、年間135本のライブをこなしたってね、135本、月に、11本2本とかね、すごいですよね。で、93年に、バンド結成してるんですけど、まあ、その間は、まあ、よくあるメンバーチェンジですね、メンバーチェンジを繰り返してたっていうねことで、93年から95年までの、2年間の、なんか作品、まあ、デモテープは、出てきませんでした。で、次に、主な作品こちらになります。はい、まあ、上に、書き忘れたんですけど、これデモテープです。ビートコア、001004ってあるわけじゃないですか。タイトルこれなんですよ、001234ってね、4本の、まあ、デモテープ出てます。で、97年3月にファースト CD、For Dearest っていうんですかね、フルアルバムだったと思います。で、98年3月に、イマジネーションマキシシングルで、Into Your Dream っていうね、このマキシングルが、最後の作品になります。で、このマキシングル、まあ、探したんですけど、なんか写真とかさ見つからなかったです。もしかすると、このシングルに、メンバー6人で写ってる、まあ、写真が、まあ、わかんないですよ、まあ、ジャケットかね、なんか裏の方に、載ってるのかもしれません。はい、ということで、まあ、今日紹介したバンドは、ローズスメルモードっていうね、覚えてくれましたかって、まあ覚えなくていいですよ。まあこのバンドを映像あればちょっとね出したいんですけど、全然よくね久しぶりに聞いたんですけど少ないと思います。今日というかこのチャンネルご覧になっている方でも、あ、こんなバンドいたわみたいなね、もう忘れ去られてる、バンドになります。で、何度も言いますけど、ビジュアルだけ、石本さんに僕は似てると思います。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。